ご視聴ありがとうございます。今回はですね、フィギュア開封をやっていきます。ちょっと遅くなっちゃったんですが、こちらになります。はい、フィギュア2ゼロですね。鬼滅の刃、富岡義勇、水の呼吸になります。こちらを開封していきたいと思います。よかったら見ていってください。こちら何度か私の動画でも展示やら情報やら登場したんですが、発売日に買うなんて言ってたんですが、仕事で行けなくなっちゃったんですよ。で、まあ朝一行けずに、買うことができませんでした。はい、まあいいや、とりあえず開けていきましょう。で、まあ買えなかったんですけど、たまたま定価復活に、巡り合えて、まあ、おそばつながら購入することができました。いや、危なかったですね。中身は、全部一体型ですね。特にエフェクトと本体が分かれているとかではないみたいです。はい、まあ取り出すだけで簡単ですね。はい、義勇さん登場です。ではまず全体から見ていきたいと思います。どうでしょうか。で、まあ義勇さんのフィギュアといえばメガハウスさん GM シリーズから出てますが、あとはまあプライズ一番くじくらいですかね。これだけ水のエフェクトが豪華についたフィギュアっていうのは、おそらくフィギュアズゼロが初なんじゃないかなと思います。やっぱりエフェクトあるとかっこよさ増しますよね。個人的にはエフェクトは大好きです。この義勇さんかっこいいと思います。はい、では回しながらも見ていきたいと思います。いかがでしょうか。で、フィギュア2ゼロといえば、まあ、割引率の高さってところがあるんですが、だいたい 20% から 30% オフで予約できるんですよね。で、まあ半額前後になるっていうことも多くて、ワンピースなると、あと FGO なんか、もう本当すごい安くなっちゃう場合があるんですよね。という、まあ、シリーズなわけですが、まあ、さすが鬼滅の刃ということで、特に義勇さん人気ですからね。もう割引なんてもう全く通用しないぐらい人気みたいですね。今回入手するのも大変でした。まあ予約すればよかったんですけどね。フィギュアーツゼロっていうことで予約躊躇しちゃいました。やっぱり鬼滅は舐めちゃダメですね。はい、ではですね、近目からも見ていきたいと思います。まずはですね、適当にいろんな部分をアップで撮っていきたいと思います。はい、では画像でも見ていきます。まずはお顔から。普通にかっこいい義勇さんできてると思います。まああまり真横くらいだと微妙にはなりますけど、まあ二次元キャラですからね、その辺はしょうがないと思います。普通に正面からはかっこいい、義勇さんになってると思います。で、まあ、羽織ですとかパンツなんかもグラデーションの塗装なんかもされてますし、あと日輪刀もちゃんと鬼滅冊入ってますしね。で、やっぱり鬼滅って刀身が独特なので、部分部分パーツ大きめなんですよね。なので、まあ、特にヘッドですとか、似ている、よくできている印象でした。まあでもやっぱり、フィギュアズゼロだなっていうのはありますかね。塗装の飛び跳ねですとか、なんか擦れたような跡、っていうのは、いつものフィギュアーツって感じですかね。例えばエフェクトなんかもつなぎ目の跡とかもろに出てますからね。やっぱりその辺はいつも通りって感じですかね。はい、では最後少しだけ撮って終わりにしたいと思います。
で、これかがんだポーズのムカドフィギュアなので、まあ、撮れる角度にもまあ限りあるっていうことでちょっと少なめになりました。うん、まあでもやっぱりエフェクトがあるフィギュアっていいですよね。この画角に綺麗に入り込むことによってあのかっこよさ倍増すると思います。いや、やっぱりギウさんには水がよく似合いますよね。うん、綺麗な写真が撮れたと思います。はい、ということで以上になります。今回はフィギュアズゼロですね。鬼滅の刃から富岡義勇、水の呼吸でした、いかがでしたでしょうか。まあ普通にかっこいい、うん、義勇さんフィギュアだなと思いました。でまあエフェクト付きは珍しさっていうのもあるんじゃないですかね。うん、人気で売り切れなのもわかる気がします。まあただフィギュアズゼロをたくさん買ってる身としては、うん、現状多分これ1万前後してるみたいなんですよね。まあ調べると若干プレネっぽい感じになってるみたいなので、で元々定価が8250円っていうことで、あの割引入れるとまあ6000円台とかでも予約できたんじゃないですかね。うん、6000円から8000円くらいならまあ義勇さん好きでこういったフィギュア好きっていう方には、うん、やっぱり全然いいんじゃないかなと思いましたね。ただですね、やっぱり定価以上はっていうのは正直思いますかね。1万円前後っていうのは、うん、どうなんですかね。あの数千円プラスであの品質のいいスケールフィギュアなんていうのを買えますからね。やっぱりそこまで頑張って手に入れる必要はないんじゃないかなと個人的には思っちゃいました。うん、まあでもフィギュアとしてはやっぱりお顔なんかもよくできてて似てますし、あの正規の価格帯で買う分には本当全然いいフィギュアだと思います。まあ、私の場合フィギュアズゼロイコールセールみたいな変な感じが染みついてるっていうのもあるので、なんかあまり強くおすすめできない、あの、うん、なんか変な気持ちがあるんですよね。すいません。うん、まあでも本当エフェクトの豪華なかっこいいギグさんフィギュアだと思いました。あの普通に買ってよかったです。まあ、ということで今回は以上になります。で今後ですね、フィギュアズゼロだと忍さんと煉獄さんが近々発売予定なので、あのそちらもですね予約はしてないので、また発売日くらいに購入、うん、検討したいと思います。でまた買えたら動画もですね出そうかななんて思ってますので、よかったらまた見に来てください。はい、では今回は以上になります。この動画面白かったらですね、ぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。